スノーマン岩本翔と佐久間大介が美少年主演、少年たちの裏側を語る。岩本の熱意に関心。スノーマンメンバーがパーソナリティを務めるラジオ、藤谷プリゼンツスノーマンのそのまんま、文化放送。 10月19日には岩本翔と佐久間大介が登場し、岩本が演出を手掛けている美少年の単独主演舞台、少年たち闇を突き抜けて以下、少年たちについて裏側を語った。今月4日に開幕し、28日まで東京新橋演舞場で上演される少年たち。 同作は、1969年にフォーリーブスが主演を務めシリーズ化され、2010年以降はキスマイフトに、A、ビーチジ、スノーマン、シクストーンズ、なにわ男子らが主演するなど、旧ジャニーズ事務所の伝統的舞台の一つ。 今年は21年から2年連続でヒー・ジェツオトメインを張った美少年が単独で主演し演出構成振り付けを岩本が初めて担当している番組にはリスナーから岩本へ舞台稽古の雰囲気はどんな感じなんですか舞台を演出するのはどのような感じなんですかとの質問が寄せられた改めて佐久間がどうなんですか 舞台、少年たち、どんな感じなの演出、どう言うと、子にこだわると傘、どこまで関わるのととうと岩本は全部やってる、よ、俺。ポスターから、ロゴのデザインもそうだし、美少年のグズもそうだし、パンフ、レッド、の中面とか、パンフの時の美少年とか、周りのキャストが着る衣装もそうだし、と、ほとんどに携わっていると告白。 闇を突き抜けてというサブタイルも俺が決めた、よと明かした。スノーマンでは振り付けを担当している岩本だが、佐久間から、どうスノーマンじゃない人たちをいろいろ考えたりするの、と聞かれると、岩本は純粋に楽しかった、とコメント。佐久間は曲の振り付けとかは今までもやってるけど、今回はお芝居とかもあるじゃん。そこも関わるの と興味津々で岩本が、もちろん、台本修正から入ってるから、と関与を答えると、佐久間は、ええー、マジと、驚愕。さらに岩本は、なんなら、脚本家が、台本を書き始める時に、ここは、こういう感じにしたい、とかっていうのを全部やってる。ほぼほぼやってる。衣装もやってる。俺が作ってるわけじゃないけど、 そういうのは各セクションのプロの方と話して映像なり音響なり照明なし衣装なりっていうのは全部やってもちろん振り付けでも入ってるととにかく全体的に携わっていると説明佐久間はすげえそこまでやってるってわかってなかった感心していたスノーマン岩本翔、美少年メンバーとのプライベートの関わりはない ただ、美少年メンバーとプライベートで関わることはないそうで、現場でコミュニケーションをとる以外にご飯に行ったりとかはないとか、佐久間から行きたいんじゃないやっぱり、普通に先輩として関わりたい岩本くんとみたいな結構ガツガツくることかいるのと聞かれると、しょっぱなよろしくお願いします。 みたいな時は結構、みんな岩本くんお願いします。俺らも全員体を鍛えます。できてくれたんだけどなぁ、まあ、まあ本気言ってんのかどっちなんだろうって思いながら聞いてた、笑いとのこと。また、年齢も経験もグループの色も違うことから、スノーマンに教えるのと後輩に教えるのでは指導の仕方が違うと話し、そこら辺は先輩のうち、広ロ隆タ 君も出てくれてるんで、ちょっとここを今こういう感じで、とかっていうのを話させてもらってる感じ、とそれぞれに合った指導の仕方を工夫していると明かしていた。そして岩本は、マジで見に来よ。少年たちに思い入れのあるチームはやっぱり来てほしい、と本番を見に来るよう思うラピール。 後輩が頑張っている姿を先輩として演出の俺が伝えてあげられない言葉を佐久間だったり岩崎大将と同期のラウールとかが伝えてほしいとお願いしていたのだった。なお、佐久間はメンバーの渡辺翔太が9月に主演したミュージカル、ドリームボーイズを感激した際、フルオーダーで仕立てたスーツを着ていったと公式モバイルサイトファミリークラブウェブ。 救助日にスウェブ、内のブログ、すの日常、で明かしていたが、岩本も、少年たち、ようにスーツを仕立てたとも明かしたのだった。この日の放送に、ネット上からは、ひーくん、少年たち、ほぼ全部携わってて本当にすごい、初日に来てたのが、少年たち用のオーバースーツだったのかな ほぼ全部のことやってる演出会はもとさんとなんだかんだ見に行かなそうな佐久間さんの温度差のギャップがめちゃくちゃおもろかったん君に行って感想を聞かせてねなどの反響が集まっていた。